こんな感じでね、景色はねもうずっとこうこういう感じで見えるかな、こんな感じですごく綺麗ですよね。もう山もこんな感じで崖です、こういう感じで、こちらはねこんな感じでずっと、すごいでしょ、本当にさすがっていう感じです。波はねこんな感じで来てんですけど、またセット来たら映したいんですけど、これメラメラ来てますよね、これがどういう感じで割れるか、メラメラ来てますねこれ、いや結構でかいでしょこれ、来た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 、ここで割れる、わーでかいですね、うわ今でもフェースがないから乗れない、裏も来てます、セットでね2本来てますね、これもこんな感じで、わーっと、あ行くかな、あ行けない、うわでかいわ、早いし、これなんか昨日練習したポイントに似てますね、あ行きましたよ、うわー立つだけです、あ実りですね、実りも入ってます、はい実りさんですね、いけないか、でも海は綺麗だ、タックンかな、おー行って次のフェースあるのか、ワンタン、浜村海斗プロに本郷拓也プロ、西雄二プロ、本郷拓也、大阪でね本当も小学校の時からずっと一緒にやってますね、あの生見行ったり、あの四万十行ったり、中村ってね昔は行ってたんですけど、お父さんなんかはねもうその頃からずっと知ってますね、あと河合みのり選手、ああもうみんな徳島勢で昔からね関西方面で一緒にやってた、西雄二もそうだし、ああここ全員そうだ、浜村海斗プロも三重県で全員ね三重県徳島中村でずっとやってた子で人たちですね、西雄二はね海部のそばに暮らしてもう海部マスターですね、みのりはね徳島県からねあの生見に通ってたっていう感じで、って言ってもまあ1時間ちょっとで行けるの近いってこと、あと一人そういやいますね、この子は女子で千葉南の最近プロになったね、すごい上手い子ですね、まだ中学生じゃないでしょうかね、お父さんはねロングボードのプロでボードを削ってる有名な選手ですよね、あ浜村海斗、ユージ、西ユージ、こういう波はうまいですよ、わあ、こけないこれでも、また西ユージプロ、これをどうさばく、ファースト、わあ、海部でね、掘れた波ばっかりやってるのでこういう波は得意ですよね、また西ユージプロ、おーカーブから、おい、いやいけない、あー行きましたよ、あーそっから速い、こうる、あーヘア狙ったか、あー攻めましたね、糸を折ると嫌ですけどね、でも攻めないとね、おーユージ行きました、はい、アーリーウープ行きましたよ、おー満タン、しっかり前に出る、浜村海斗プロ、プロですからね、もうね一緒にやってきた人がなんか本当にみんなプロになってね素晴らしいですね、はい行きましたよ、わー早いな、潮今多いのかな少ないのかな、あみのり選手行きます、早い、
うわー、板吹っ飛ぶ。あ、中学生プロサーファーですよ。わー、いい波、形のいい波狙いましたね。西雄二プロ、これ何をするのかな。おっと、また狙ってきます。ここ一着したらでも怖いですよね。浅そう、行きましたよ。狙ってると思います、ここで。あー、ファーストター2発目、これ、おー、うわ、今の出たらね、多分良かったんじゃないですか。なかなかこんな波決まんないので、板折れると嫌なんですけど、果敢に行ってほしいですね。ただ浅すぎるとこはね、怪我すると困るのでね、ほどほどって感じですね。おー、みのりさん行きました。ファーストだ。あーっと、最後も3ターンしっかり入れてきました。これ点数出ますね。西雄二選手、わ、ボトム深い。うわ、今のカーブえげつない。これ、あー、今の前出たらエクセレントですね。あ、いった。これちょっとアクションできそうな波、こっからアクション、あー、前出る。あー、こけんか、だっこがね、泡になっちゃうから。あ、カイト選手、タックも行きましたよ。わーっと、でファーストだ、しっかり前に。あ、今急に掘れた。ファーストダウン、これやっぱうまいな。さあ、フィニッシュ決まったらいいんじゃないですか。あ、前に、あ、出れない。ここで行きましたよ。あ、タックンかな。おー、早いよこれ。あー、カイト選手、あ、ここでボーンと掘れますね。うわー、いいターンだったんじゃないですか、今の。あー、これもいい。最後決めろ、前出ろ。おっと、強かったな。カイト選手、あら、いいよ。お、タックン、あ、いいターンですね。前に、あ、行きました。あ、ボトム、あ、カーブ、あ、ヒットできない。あっと、行きましたね。ファーストターン、あー、一発しか入らない。あ、行きました。うわー、惚れてきた、真っ白。うわでもよく今の耐えましたね。おー、チューブ、あ、抜けたよ。いいんじゃないですか、すげえ。石原壮選手、西雄二選手はなんか狙う。あー、ライム選手、お、タックン、グーフィー初ですね、今日グーフィー。だって先、どう、あっと、アクションできないな。だって豆じゃん、海だって午前中で下手するともう3ラウンドしとる時あるよ。それは自分がやりたいだけよ。こないだもうやらんのって聞いたらもう2回やったって朝9時でもう2回やっとんだよ。何時からやっとんやい、そう思うよね。もう1回行って午前中で3ラウンドしたら何回一体やるんや、4回ぐらいやっとるでしょ、うん、おもろいよな。であれじゃん、ソータの父ちゃんとさ、そう一緒にあっちこっち行くじゃん。あ、ファーストターン、あー、チューブ、
みのりさん、あターン決めれた。行きましたよ、これボトムグイッと入ってカーブ前出る。おい、あー残ってよかったんじゃないですか。今の1本目で決めればね、よかったと思う。ファッション遅いな。板見事に折れてますよ。わあ、おっと、いいんじゃないですか。おっと嵐行きました。ライム選手、みのり選手、いい波じゃないこれ。こっから急に掘れる。速そう、速いって思うから。汚いな。石原総選手、これやばい、この手前のやつ出しやすかった。あーこれいい波に見えるけど、どうだ。あー横へ走っちゃったぞ、そこの。あーこれこそ速いと思ったから横行って。ライム選手、おー速い。あー生きてきた。石原総選手、海斗選手、こっから速い、縦に行け。おー行った。ペースが抜けた。あーいいんじゃない、前出ろ。あーっと石原総選手ファーストターン。うわー面白い裏を掘れますね。行きましたよ、これで。ここで、あーセクションない。わーボトムからファースト、耐えろ。あー体幹強いですね。わあ、あー行ってこっから掘れる。あーと前に出ろ、転ぶな、耐える。とにかくね、耐えればね、試合はね、点数つくので、もう耐える練習もありいりますね。ライム選手、あファーストラン良かったですね。おっとここで張ってきて、ここでターン。あーもうね、さっき本郷拓也選手板折れて、その午前中も 2,3 本ねプロの選手折ってるので、もうほどほどで上がった方がいいですね。折れちゃうとまた調子板なくなっちゃいますね。うわーでかい波来てますよ。おっとファーストターン、ボトム深かったですね。これで決めろ。ああいいんじゃないですか。
わあ、行きましたね、これ。惚れたとこでファーストターン。わあ、しっかり耐えた。行きました。ここでファーストターン。どう、あーっとカーブから前に出る、出ろ。そこでみんな転ぶんですよね。バーンとなんかね、こうなんか巻き込んじゃうんだよね。こういう風にドーンと急に浅いんでしょうね。もうこの辺でね、やめといた方がいいですね。もう折れちゃいます。試合前にね、今この板一番調子いいのでね、降りたくないですよね。